はい、皆さんどうもこんにちは、ライナーズです。ということで僕は今東京臨海高速鉄道臨海線の国際展示場駅に間もなく到着するというところです。国際展示場といえばやっぱりね、東京ビッグサイトの最寄り駅で、おぼこぼでビッグサイトは何回かは行ったことあるんですけれども、今回は久々にビッグサイトに来ました。今回はですね、もう前から行きたいなと思うイベントがありまして、ツーリズムエキスポジャパン2024というイベントになります。このイベントはですね、世界最大級旅の祭典ということで、まあ旅行会社とか航空会社や鉄道会社、あとはまあ世界中のですね、まあ、そういう会社関係が、まあ、プレゼンというか、もうあのお客さん来てくださいよというね、呼び込むような、まあ、PR するようなあのエキスポというかイベントになっております。で今回はね、そこの、ブースが各いろんなブースがあるんですけれども、その一つのところで、なんと鉄道系 YouTuber ではね、もう師匠と言わせていただいている、僕らに言わせていただいている西園寺先生がですね、なんと会社を設立して、その会社のブースがあるということで、西園寺先生がね、なんといらっしゃるということなので、まあ僕もね、西園寺さんには、ね、会ったことがなかったのでね、一度でお会いしたいなと思いもありまして、今回ここに来てみました。まあ、こんな感じですごい大きなイベントですよね。はい、ということでね、入ってきましたよ。いる？スカイマン。航空会社。いなそうだね。ということで、ここがね、西園寺社長、池田社長がね、運営をしているトラベーションという会社なんですけど、まあ、ここにね、西園寺さんがまだいらっしゃらないんですが、僕引き換え券、そちらの引き換え券をもらいまして、西園寺さんとザキさんが会えるということでね、写真とかちょっとね、サインしてもらえるか分かんないんですけど、まあ、ちょっとね、挑戦してみたいと思います。よろしくお願いします。今回西園寺さんは新しいアプリ、旅行系のアプリを開発しまして、トラビーというアプリなんですけれども、このアプリはですね、なんと旅行の今トレンドが分かるということで、誰かの投稿をあなたが見る、あなたの投稿を誰かが見る、あなたのいいな、いいねがここにあります、あなたが旅先で、旅行のトレンドを作ってしまうかもしれませんということで、地図ベースでどこに何があるのか分かるということで、観光名所とかそういうスポットとかイベント情報などがチェックできるような、そういう旅行系のアプリになるので、まあ、今回のこのイベントではそれをこう PR するようなことをやってるんですけれども、なんとですね、ダウンロードするのはね、ちょっと間に合わなかったということで、リリースが間に合わなかったみたいなので、まあ、今後トラビにね、期待したいなと思っております。で今回はなんとですね、西園寺さんとあのザキさん、まあ、ザキさんも鉄道系 YouTuber の方なんですけれども、その西園寺さんとザキさんから粗品をですね、一人一人にこう手渡しするというあのイベントをやっていまして、そのね、粗品を今回いただくのに並ぶ列が今このできている行列になっております。すごい行列ですよね。多分200人とか300人で、わかんない、それぐらいいたような気がします。僕もね、あのサインとか写真も撮ってもらいたかったんですけれども、なんとですね、写真とかサインは今回 NG ということでお断りになってしまいましたので、まあね、まあ仕方ないなと思うところでございます。まあ、トラビーもね、まあ、今回ね、あのリリースができなかったみたいなんですけれども、こんな感じで僕も旅行系とかそういうの好きなので、ぜひダウンロードしたいですね。お越しくださいまして誠にありがとうございます。我々今から左に曲がりまして、トラベーションブースの方に近づいてまいります。今日は本当にありがとうございます。あ、こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は来ていただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということで、これから整理券の方を多分お持ちいただいていると思うんですけれども、我々の方から粗品の方をお渡ししていきますので、ザキ君の方からこのペンで、なんていうかな、お
もらいました印を。でこれもう渡したよっていう証拠にするために一応ゴミになっちゃうかもしれないですけど、それ持って帰っていただいて、でそこから僕がこうあのタオルを渡すということで、ね、さっきメルカリ見たのも1万円で転売されてたんですけど、絶対に買わないでください。そんな価値ありませんので、よろしくお願いします。ということで、じゃあ楽しんでください。ありがとうございます。ではありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです、本当。ありがとう、あ、いいんですか。いただきます。後で呼ばせていただきます。ありがとうございます。今日はありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございます。トラビーの方もよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、止まるか。ありがとうございます。またよろしくお願いします。今日はありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、お願いいたします。今日ありがとうございます。お願いします。今日ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです、本当。ありがとうございます。ということでね、西園寺さんのイベント終わりました。ということで本当に西園寺さんお疲れ様でしたということとね、あとそのね関係者のね方々ね、本当にお疲れ様でしたということで言いたいですね。いや、もう西園寺さん会えて本当に光栄でして、もう僕も涙がちょっとねポロポロ今スコッと出てるんですけども、もう本当にね、もう言葉が出ないくらい本当に良、ね、かったなと思ってます。もう多分ね二度と西園寺さんに会うことなんてないので、そう今回ツーショットとかちょっと色紙もちょっと持ってきてねサインしてもらおうかなと思ったんですけど、 それはねちょっとできなかったということで、まあねそれは仕方ないんで、まあまたね改めて西園寺さんねを見つけたら色紙とを持ってきて、それであのサインねしてもらえたらないいなって思ってます。あとツーショットとかもねしてもらえたらいいなと思ってます。うん、やっぱり西園寺さんすごいね素敵な方で、本当にもう尊敬できる方なので、ぜひね見習ってほしいなって、僕も見習ってほしいから見習いたいなって思ってますので、よろしくお願いします。でね、私ライナーズチャンネルの方もねぜひチャンネル登録高評価の方お願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。